ナンバーアンダーラインアイがコーチェラ出演。その背後にあった巨大スターの支援とはジャクソンワンがナンバーアンダーラインアイを世界へ送り出した理由まさか滝沢社長とのつながりが。ナンバーアンダーラインアイは2023年にデビューした日本の3人組ボーイズグループです。3人の個性あふれるパフォーマンスと圧倒的な歌唱力、 そして会楽曲で着実にファン層を広げてきました。2024年、彼らはついにアメリカのコーチェラミュージックフェスティバルに出演し、世界規模の舞台に立つことができたのです。この開挙の背景には、ある特別な人物の存在がありました。それが中国出身の大スター、ジャクソン・ワンです。ジャクソンは、 ナンバーアンダーライン愛の3人とも深いつながりを持っており、コーチェラへの出演をサポートするなど、彼らの飛躍に大きな影響を与えてきました。ジャクソンとナンバーアンダーライン愛のつながりは、ある偶然の出会いから始まりました。ナンバーアンダーライン愛の3人がコーチェラ出演の話を受けた際、ジャクソンはそれを知り、心よく彼らを迎え入れてくれたのです。ジャクソンは、 ナンバーアンダーラインアイの3人が自身のグループで4年という年月を持たずに解散を余儀なくされたという過去を知っており、彼らの思いに共感したのだと言われています。ジャクソン湾によるナンバーアンダーラインアイへのサポートが話題を呼んでいます。日本のエンタメ業界が海外進出に対して抱くイメージや制約、それを変える可能性について考察してみましょう。 数々の成功を収めるジャクソン湾が日本のエンタメ界に新たな風を吹き込んでいます。その背景には日本のエンタメ業界が抱える慣習やイメージを変える可能性があります。そこでジャクソン湾の行動がなぜ注目されるのかその理由を探ってみましょう。日本のエンタメ業界は長らく日本に閉じこもった才能というイメージを持たれてきました。 特に、ある事務所の影響力が大きく、多くの才能あるアーティストたちを日本国内に止めていました。テレビや雑誌、あらゆるメディアがその影響下にあり、海外進出への抵抗感が根強く残っていました。しかし、ジャクソン湾の登場によって、この状況に変化の兆しが見え始めています。彼のサポートによって、 ナンバー、アンダーライン、アイや他のアーティストたちが海外での活動を広げる機会が増えています。これは日本のエンタメ業界にとって大きな転機と言えるでしょう。ジャクソン・ワンはただ成功したアーティストにすぎません。彼の行動からは日本のエンタメ業界の変革を促す可能性が見えてきます。彼の魅力や努力が人々を引きつけ新たな可能性を提示しています。 また、ジャクソンワンとナンバーアンダーラインアイとの交流が、両者のファンにとっても新たな展開をもたらしています。彼らの交流は、単なるエンタメ活動の枠を超え、国境を超えた友情や支援の象徴となっています。さらに、日本のエンタメ業界の変革には、多くの関係者の協力が必要です。 ジャクソンワンのような国際的なスターが日本のアーティストたちを支援することで新たな可能性が広がっています。滝沢社長をはじめとする日本のプロデューサーや関係者の支援もこの変革を後押ししています。しかし、変革にはまだ道のりが残されています。日本のエンタメ業界が持つ監修や制約を打破し、世界への挑戦を後押しするためには、 さらなる努力が必要です。ジャクソン1のような国際的なスタートの交流が、その一助となることでしょう。ジャクソンは、ナンバーアンダーラインアイがコーチェラに出演することを知った際、すぐに彼らに連絡を取り、サポートを申し出たそうです。ナンバーアンダーラインアイメンバーの岸士ユータは、ジャクソンの親身な態度に感銘を受けていました。ジャクソンさんは、 私たちの過去の経緯をよく理解してくれていて、本当にありがたかったです。私たちにとってコーチェラは人生の節目となる大きな舞台。ジャクソンさんがそこまで気にかけてくれて、本当に光栄でした。ジャクソンは、ナンバーアンダーライン愛のコーチェラ出演当日には、メンバー3人のバックアップダンサーとしても参加。優雅なダンスパフォーマンスで、 ナンバーアンダーライン愛の魅力を引き立てる役割を果たしました。そしてステージ上でのジャクソンと3人の息の合ったコラボレーションはフェスを訪れた観客を熱狂させたと評されています。ジャクソンさんは私たちがステージに立つ上で本当に心強い存在でした。彼の振る舞いや言葉から私たちが世界に挑戦する勇気をもらえた気がします。 私たちの夢を応援してくれているんだと感じられて、本当に嬉しかったですね。ナンバーアンダーライン愛メンバー人。ジャクソンのサポートは、ナンバーアンダーライン愛の活動を大きく後押ししただけでなく、3人のメンバーにも大きな影響を与えました。ナンバーアンダーライン愛は、ジャクソンとの出会いを通して、自分たちの夢に向き合う勇気と自信を得ることができたのです。しかし、 ナンバーアンダーラインアイがここまでの活躍を見せられるようになるまでには長い道のりがありました。そして彼らの歩みには日本の音楽業界が抱える課題が浮き彫りになっているのも事実なのです。私たちにとってあの出来事は本当に辛い思い出です。私たちがグループを維持できるかどうかも一時は不安でした。でも、 ファンの皆さんや関係者の方々に支えられて乗り越えられたと思います。ナンバーアンダーラインアイメンバー賞。このようなグループ解散の危機を乗り越えられたのはメンバー3人の強い絆と彼らを支えるファンの存在があったからです。しかし、ナンバーアンダーライン愛が危機を脱して前に進めたのは単にメンバー個人や熱心なファンの力だけではなかったと言えるでしょう。 ジャクソン湾によるナンバーアンダーライン愛へのサポートが日本のエンタメ業界の変革を象徴しています。彼の行動からは日本のエンタメ業界が新たな可能性を追求し世界への挑戦を始めたことが感じられます。今後も彼らの活動に注目が集まることは間違いありません。ナンバーアンダーライン愛が直面した問題の背景には 日本のエンタテインメント業界が持つ課題が隠されていたのです。日本では特定の大手事務所が音楽界を牛耳っている傾向があります。そのため新人アーティストが世界に羽ばたくチャンスが限られがちです。彼らが世界を目指そうとすると無理行きがっているといった否定的な反応を受けることも少なくありません。日本のエンタメ界は 長年特定の事務所に支配されてきたので、世界進出に否定的な雰囲気がありました。ですから、私たちがコーチェラに出演したいと言っても、周りの反応は冷ややかでした。ナンバーアンダーラインアイメンバーガン。そのようなマインドセットは、日本のアーティストの可能性を狭めてきたと言えるでしょう。しかし、ナンバーアンダーラインアイにはチャンスが訪れました。それが、 滝沢秀明氏が立ち上げた新レーベル、トベッとの出会いでした。最後に、日本のエンタメ業界の変革には、ファンの支援も欠かせません。彼らの応援が、アーティストたちの活動を支え、世界への挑戦を後押しすることでしょう。